はい、おはようございます。おはようございます。今日は朝のお知らせというところで、まあ、今日みんな集まって今ミーティング終わった後なんですけども、今度こういうイベントやるよっていうのを皆さんにも報告をしつつ、皆様にも報告をしつつみたいなところですね。動画を撮っていきたいと思います。はい、ちょっとこれアップで映していただいていいですか。これですね、オーストリアの夜というものを企画します。はい、イベントを開催します。で、これどういうことかというとですね、オーストリアってあるじゃないですか、ヨーロッパのですよね。で、何の国かというと、これですよ、もう KTM の本社がある国でございます。なのでメイドインオーストリアなんですね。 KTM のバイクのいろんなところにメイドインオーストリアって書いてるんですが、オーストリアが発祥のメーカーなんですね。で、 KTM っていうのはオーストリアのメーカーで、どんどん会社が大きくなっていって、今ハスクバーナモーターサイクルズもグループに入って、ガスガスも入って、 WP も入ってっていうところで、まあ、ハスクバーナはスウェーデンの、国のメーカーなんですけども、まあ、KTM グループで言うとオーストリアなので、僕たちもですね、いつかは社員旅行でオーストリアに行こうぜっていうふうに言ってるんですが、オーストリアに今コロナで行けないじゃないですか、なかなかね。そうですよね。で、我々オーストリアのバイクのディーラーになったわけですよ。今 KTM とハスクとスズキのディーラーをやっておりますけれども、 KTM ハスクは新たに取り扱い始めたので、オーストリアはやっぱりもっと知ろうじゃないかと言ったところで、細田君、オーストリアの首都知ってます？ウィーンですよ。合ってた。はい、合ってた、はい、分かりませんって言ったのに合ってたってウィーンですよね。そんな感じでこのくらいしか僕たち知らないわけですよ、オーストリアの知識を。で、やっぱりですね、僕の趣味といえば美味しいご飯を食べて美味しいお酒を飲むことじゃないですか。ですよね。はい、なのでオーストリアのまずは食から入ろうぜっていうところで、オーストリアの郷土料理とかオーストリアのご飯だけを今回準備します。すごくないですか。で、かつお酒もですね、オーストリアの赤ワイン、オーストリアの白ワイン、オーストリアのスパークリングワインだけみたいな。乾杯ビールじゃないですからね。オーストラリアのスパークリング乾杯して赤ワイン白ワイン飲んでいくと、お料理に合わせてペアリングしていくと言ったところで、もう体の中からオーストラリア入れようぜっていうところで、ご飯とお酒全部オーストラリア芝居と言ったところの、素敵なイベントをですね、企画をします。で、場所どこでやんねんっていう話なんですが、やっぱりですよ、体の中にオーストラリアのものを入れるんであれば、見てる景色もオーストラリアがいいじゃないですかっていうところで、ここでやります、はい、ここのショールームでやっちゃいますね。はい、ここら辺のバイクをですね、ちょっと一旦動かしまして、当日はですね、いつもお世話になっている結婚式場の方からですね、結婚式場で使っているテーブルとか椅子とかクロスを全部準備してもらって、僕料理できないんですよ。はい、全くできないので、カップラーメンは作れるんですけど、本当そのレベル、包丁よくわかんないみたいな、ほんとそういうレベルなんですよ。なので、僕はもちろん料理作ったら大変なことになってしまいますので、なんか事件が発生してしまうので、もちろんお料理もですね、そういうもう超プロの方にお招きして、あとはソムリエさんですね、ワインもソムリエさんセレクトのオーストラリアワインとかスパークリングワインとか全部準備してもらって、めちゃめちゃ最高の状態で、開催をします。なので、ここショールームもですね、特設レストランに変えてですね、当日は、開催をします。はい、で、日にちがですね、来月なんですよ。今日撮影しているのが1月の5日なので、2022年の2月の5日土曜日19時から鈴木モータースで開催をします。はい、山形県酒田市の鈴木モータースの KTM ショールームで開催をいたします。で、参加費、会費なんですが、すべてこちらお料理を先ほど準備しますので、まあ、もちろんお金たくさんかかりますので、皆様からですね、お一人様6000円を頂戴したいと思います。まあ、いっぱい食べていっぱい飲めて、この金額は非常にお得だと思いますので、オーストリアにだって行ったオーストリアのご飯とお酒飲んだらもう20万30万ですよね、飛行機代も合わせると。まあ、6000円で行けるというところですね。開催します。で、今回ですね、当店の方からお客様にご招待をさせていただきます。で、どういうお客様にご招待させていただくかって言いますと、当店にて、KTM もしくはハスクバーナモーターサイクルズの新車をですね、ご契約いただいた方々へ、順次ですね、これからご案内を差し上げますので、ぜひ、ご招待来た方はですね、ぜひ参加をしていただければなと思っております。で、酒田で7時から飲んだら
俺宮城県に住んでんだけど帰れないじゃんとか秋田に帰れないじゃんとかという方も結構うちのお客様は東北6県にいらっしゃいますし新潟にもいらっしゃいますのでそういう方々はですね今ここ店舗じゃないですか今 KTM の入り口に立ってもらってますけどもちょっとこうカメラを動かしていただくとですね見えますかね、はい、あそこにホテルがあるんですね。ホテルイン坂田さんという坂田の代表する大浴場もあるですねホテルがあるので結構そのビジネスホテルな感じで値段もリーズナブルな金額ですのでぜひですねあそこも宿泊セットでやっていただけると本当に目の前ですし来ていっぱい食べて飲んでそこにもうホテルに帰って大浴場に使って泊まって次の日帰るみたいな最高ですよね。はい。というような感じですので、ぜひですね、遠方からいらっしゃる方は、ホテルもありますので、ぜひやってみてください。あとは、ちょっとこうカメラ映していただいてですね、イオンがあるじゃないですか、目の前に。あそこから、仙台行きとか山形行きの高速バスも出ておりますので、バスで来ることも可能でございます。はい。まあ、そういうような感じでですね、オーストリアの夜というものを開催しますので、ハスクバーのスウェーデンやんとか言わないでくださいね。グループがオーストリアなので、今回オーストリアの夜と言ってますので、ぜひですね、ご興味のある方、もうめちゃくちゃ楽しいし、当時ちょっと YouTube の撮影も回させていただきますけども、そんな感じでですね、ぜひ皆さん、楽しんでいただけるイベントになるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひご参加お待ちしております。なんか質問ありますか？大丈夫ですか？はい。雪降るんですか？ちょっと保坂君外を映していただければ今大雪ですので当日もおそらく、まあ、これよりは穏やかでしょうけども雪は降ってますのでもちろん、スタッドレスタイヤ車でお越しの方は、まあ、バイクはなかなかね難しいと思うんですけどもはい、そんな感じですね。はい、他ありますか？服装はですねタキシードでお願いします。はい、冗談です。カジュアルで本当に何でも大丈夫です。こういう KTM ウェアでも大丈夫ですし皆様お好きな格好でですねいらっしゃっていただければ、まあ、ちょっと綺麗めな感じでみんなうちのスタッフは集まると思います。はい、他ありますか？なんかアトラクションとかあるんですか？酔っ払った後の試乗とか絶対ダメですね。絶対ダメですね。はい、まあ、そんな感じでちょっと面白いイベントを企画しましたのでぜひ皆さん参加お待ちしております。はい、ではオーストリアの夜の紹介でした。